はい、黒潮さつき賞ということでやっていきたいと思います。秘密が障害総水8位でございます。こちら高知6レース3歳ダート 1400m ということで、まあ高知のですね、クラシック1冠目ということになるのかな。まあさつきにちゃんと行われる5月にやるっていうのいいですね。まあ年によって違ってくる日程ですけども、まあ JRA の場合さつきって言いながら4月にやるわけじゃないですか。旧暦って言っても、まあじゃあ4月って旧暦3月やしみたいな感じになるわけじゃないですか、という中でちゃんとさつきにやる、まあそんなわけでですね、やっていきたいと思います。こちらね、まずは軸は11番のアンティキティラ、こちらからいきたいと思います。まあ、他地区でね、佐賀名古屋だったっけ、重賞連勝中、まあ、門別でオープン2勝から高知に転入してきたダービー、高知のダービーを取りに来たっていうのね、他の馬との兼ね合いを見たのかなとは思いつつも、まあそれなりにね、上位の馬が高知に魅力を感じるようになってきたっていうのをいろいろ感じる事案です。まあなのでね、この馬を軸で考えていきたいと思います。まあ、そして3番デーモン、まあ、JRA で未勝利、未勝利もね、8着9着一応奨励金取れるにしたって、まあまあまあっていうような感じのところからの転入となっています。まあ、早めに他地区転入して地方馬としてがっつりやっていくというところですね。まあ、ただね、転入後3連勝、まあ、前走こそ敗れたものの、ここでね、鞍上に吉原ひろとを確保してきたように、まあ、相当期待が持てるんじゃないかなということで、まあ紐には入れておきましょう。そして4番マリンスカイ、やっぱね、高知デビューの馬にも頑張ってもらいたい。まあ、もちろん門別から転入して、ね、オープン勝って転入し他地区に散らばっていくような馬たちっていうのが、まあ、3歳クラシック予選地方競馬では強いというのは、まあ、分かるんですけれども、そういう話にはなってくる。まあ、JRA で未勝利で転出していくような馬よりは、まあ、実際勝ってる馬の方が信頼が置けるというのはそうなんですけども、ただとはいえですよ、鞍上主戦宮川みのりが現在入院加療中、まあ、入院の理由としては体のメンテナンスなんていうのはね、こう出ていたりする、話が出ていたりするんで、まあ、問題ないものと思います。まあ、もっと言えば、まあ、メンテナンスでこの1冠目をスキップするってことはダービーには戻ってくるし、ダービーは期待しているということだとは思うんですが、まあ、乗り換わりっていうのをね、一つマイナスと見て紐までにしておきたいと思います。まあ、そして6番ベレノ、まあ、最近もね、上位続き、前走も重賞2着、前々走も重賞2着ということでね、持ち時計も上位ですし、ここは期待をしておきましょう。まあ、土佐春夏賞2着馬ですからね。まあ、そしてその3着馬12番ガルボマンボ、土佐春夏賞3着も、まあ、2着馬とは前走、まあ、特別戦というかね、重賞じゃないところでは逆転をしております。まあ、重賞でね、目標にしたレースだとどうかっていうとまた難しいんですけどね、まあ、門別では1勝止まりも高知に来てから4勝を挙げてますしね、まあ、それはデーモンより1つ勝ちの数も多いということを考えても、まあ、これは紐にも拾っておきたいなというふうに思います。まあ、そんなわけでね、結構上位レベルが高い馬が揃った気がしますね。他地区でのどんだけ通用したかで見ても、まあ、昔と比べて高知にレベルが高い馬が集まるようになってきた。まあ、もうそもそもね、1999年経営危機が始まる頃から新馬戦も組めなかったなんていうことでね、ほぼ転入馬でやってきて2歳戦が組めなかった高知が、新馬戦が復活しからのね、自治区での、ね、馬でダービー候補ちゃんと出てくるようになってきた。その上でそれをさらに上回るいろんなとこ地区の馬が集まるようになってきた。まあね、どんどんレベルが上がっていく。まあ、もちろんね、レベルだって日本競馬全体のレベルがあるわけですから、まあレベルが上がるところがあれば下がるところもある、馬のね、総数なんて変わらないというところではあるんですけども、まあね、上位層ってことで言えばね、上位層のレベルっていうのはそれぞれ各地区上がっていく、その分上位下位の差が開いていくのかなみたいなところはあるんですけども、まあ、コーチもね、頑張って自分の力でこうやって、ね、切り開いて、他の地区より先んじてね、いろんなレベルアップを模索してきたわけですから、結果が出たというのは喜ばしいことだと思います。まあ、そんなわけで、ね、こういった形でまたやっていきますので、チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。以上、ハッチーでした。